ああ、じゃあ女の子は、ぐいぐい引っ張ってくれる男が好きってことね。なるほどね。今度会う予定の子がいるからさ、試してみるわ。ありがとうね、かえで。うん。あかりちゃん、飯食ってないでしょ。じゃあ飯食い行こうよ。最近松屋に、馬とまハンバーグ出たから、そこでいいよね。行こう。ああ、松屋。あら、行くぞ、あかり。もしもし、かえで松屋行こうとしたら帰られたんだけど。 ええー、だってグイグイ引っ張ってくれる人がいいって言ったからさ。じゃあどこ行けばよかったの韓国料理あーは女子が好きなんだ。あ、なるほどね。あ、あと偉そうなのはダメね。オッケーオッケーオッケー。萌ちゃん、今日韓国料理屋さん行こうと思ってんだけど、どうかなえあ、もうご飯食べちゃった <laughs> もしもし、楓もうご飯食べたって言われてパニックになって解散したんだけど。えー、だって、まず韓国料理屋さん行って、そこで次どこ行こうか話そうと思ってたからさ。えー、じゃあ、どこ行けばいいか分かんないとき、どこ行けばいいのああ、あ、女子は意外と公園とか好きなんだね。なるほど、なるほど。ああ。<laughs> まみこちゃん。 寒いね <laughs> あ。いやいや、せっかく公園来たんだからさ <laughs>、もうちょっといようよ <laughs> あ。あ、あそこに、アイス売ってるけど、食べる <laughs>。もしもし楓、楓寒すぎて死ぬかと思ったんだけど。やっぱ普通に居酒屋とかが無難なのかなあ、でさ、あの、一個聞きたいんだけど、ま、人によるとは思うんだけど、女の子が絶対好きな男ってどういう男かなあー あ、仕事ができる男ねあんあん。ああ、確かに確かに。優しい男が好きって人もいれば、冷たいくらいの方がいいっていう人もいるけど、仕事に関しては絶対できた方がいいもんね。なるほどサンキューうんうんうん。いや、りょうこちゃん、俺さ、昔居酒屋でバイトしてた時、ジョッキ片手で9個持ってたんだよね。あ、これね、小指の使い方がポイントなんだよね。あ、すいませんちょっとそのジョッキ一回持たせてもらっていいですかあ、大丈夫大丈夫。 あ大丈夫です。僕、居酒屋でバイトしてたんで。ちょっと一回。あの、いや、ほんと、い、一回だけでいいんで。あの、ちょ、一回、ああ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 ああもしもし、楓えで。居酒屋で気になったわ。他モテる男ってどういう男かなああ、女性の扱いに慣れてる男ね。あ、それはいけそうだわ。あ,あいや、僕、実は、マッチングアプリで結構いろんな女性とデートしてて。はい、そうなんですよ。久美子さんで、200人目ぐらいですかね。 あれく、くみこさんあれく、もしもし、楓えで。もうどうしたらいいかわかんねえや。あ、てかさ、俺ばっかアドバイスもらってたけどさ、お前の方は最近どうなの、うん、もう2年ぐらい会ってないから、最近の恋愛事情聞いてないけど。てか、小学校の時から一緒だけどさ、お前って好きな人いた時あるの今は好きな人とかいるのあ、いるんだえ、誰誰 俺えどういうことだってお前男じゃん楓 <music> もうついてんのえどこハチ公前いやハチ公前は今女の人が一人立ってるだけだけど。